高評価とチャンネル登録ぶたってるけよ。本日は13話の予告をこれから皆さんと一緒に見に行くんですが、皆さん12話まで見ていかがでしたでしょうか。いやー、せっかくね、ラブラブの2人でしたが、これからまたすっごい悲しい、別れのシーンが出てきそうですよね。嫌ですよね。で、12話まででいろいろ分かるようになりまして、ご覧の通りね、赤い血まみれの手は昔の本所の手、炎長っていう名前でしたね。炎長の手っていうのが分かりましたね。だから、親友もね、若干こう怖がってると。で、この炎長を殺してしまったのは昔の親友でしたね。なぜ殺してしまったのか、その理由はね、まだ謎でして、おそらく炎長に何かの変化があったんでしょうね。なので親友は炎長を守るために、殺さざるを得なかったということだと思うんですが、その謎、理由はまだ明らかになってませんね。いやー、何があったのかね。で、炎長を殺してしまうと呪いにかかるっていうのもね、分かりましたね。で、それを分かりながらも親友は炎長を殺すしかなかったということで、ですので、何があったのかですよね、2人の間に。特に炎長に何かあったから親友は殺すしかなかったっていうことだと思うので、その悲しい過去がね、明らかになるんでしょうね、これから。あとですね、ローンのポスターとコップ、販売の企画をしようかなと思いましたが、50名以上に残念ながらならなかったので、今回は、キャンセルを、させていただきまして、また次回別の企画で皆さんに提案させていただければと思います。どうしても欲しいよという方は、概要欄にね、僕の、メールアドレスありますので、個別に連絡いただければと思います。なるべく対応するようにはしますが、少人数だとね、金額が合わない場合もあるので、どうしてもの方は連絡をください。では、13話の予告一緒に見に行きましょう。どうぞ。당신한테저주를내린게나예요전생일뿐이야악연이었고앞으로도악연일거예요넌이미알고있잖아숨이끊어지기전에는아무것도끝나지않는다는거死ぬまでは何も終わらないことをあなたは分かってたでしょって言ってますが、何が終わらないですかね。皆さん分かりますか。これが分からないんだよな、何が終わらないのか。だから殺すしかなかったと。で、殺してしまうと、呪いにかかるっていうのも分かりながらね、殺すしかなかったと。何があったんだろうな。で、このご覧の通りですね、悪縁でしたと。昔もそうだし、これからもそうだと。二人は悪縁ですと。だから二人の間に何かあったんでしょうね。我々が今全く想像ができない、すごい悲しいストーリーが二人の中に昔あったっていうことですよね。それが何なのかがすごいもう知りたいですね。で、先ほども出てたように、あんたはもう分かってたでしょと。分かってながらも、愛し合う2人。いやー、これ13話は涙なしでは見られない回になるのかな。嫌だな。ね、嫌だなって思いますね。됐어저는
장신유 씨 얼굴 못 보겠어요. 당신은 나 안 보고 살아도 괜찮은 거야? 네. 야야야야. 네. 네, じゃないでしょう。ね、会わなくては大丈夫じゃないでしょう。ね、嘘をついてしまう本当なんですが、それぐらい悪縁で、これ以上、ね、こう、この関係、お互いに好きな気持ちを続けてしまうと、また親友に何か悪いことが起きてしまうと。ね。なんだろうな。でも今回はあれですよね、親友を心配する本庄ですよね。過去は、本庄、まあ、園長を心配して親友が園長を殺してしまったと。だけど今世では、親友が心配で離れようとする本庄ですよね。だからこれ以上続けてしまうと呪いがそのまんま、治らずずっと続くんだろうというふうに思ってるのか、それとも我々が今ね想像もできないようなことがまた起きるから離れようとしてるのか、何かあるんでしょうね。だから涙目をしながらも別れる決心をする本庄と。いやーちょっとラブラブシーン短すぎたでしょね、1話2話だけでね、やっと邪魔者なしで2人ねカップル男女したかと思いきやね、これからまた悲しいシーンが続くということで、今週13話14話はもう本当に、ハイライト中のハイライトでしょうね。全ての謎が解けてね、二人の過去が分かってね、で、どうするのかが出てくるような気がします。まあすごく気になる今週の水木、ぜひみんなで一緒に見届けたいと思います。ではまた。